久しぶりだな、この挨拶するのも。はい、どうも、皆様じゃみーネットです。さあ、中古で買った飛び出せ動物の森に神データは存在するのかしないのか、11万円分シリーズやっていきたいなと思います。というわけでですね、めっちゃ久しぶり。最後にやったのが10万円分シリーズで、夏休みの企画として、8月1日から31日にかけて10万円分紹介したんですけれども、今回はですね、ちょっと、あつ森前にですね、最後にやろうかなということでですね、ちょっと11万円分購入してきましたので、やっていきたいなと思います。ただね、11万円って聞くと、結構、数多いんじゃないって思うかもしんないんだけど、なんかね、あつ森発売に向けて結構中古の値段も上がってるみたいで、残念ながらですね、10万円分シリーズの時よりもちょっと規模は小さくなって44個購入してきましたということでですね、早速やっていきたいなと思うんですけれども、一応ですね、説明しておくと、紙データを探す企画になっておりまして、1本の動画でだいたい紙データだったら1個紹介する。で、もしもなんか初期データとかだったら、初期に近いデータだったら、1個の動画で2個とか3個とか紹介するという企画になっていて、だいたいですね、中古の飛び盛り全部紹介するのに、20日から25日ぐらいかかります。まあ、それ以上になるかもしんないし、まあ、もしもね、全部紙データだった場合は、44日間、やるという感じの企画になっております。まあ、2月中に11万円分全部紹介して、で、3月にあつ森に向けてという感じのスケジュールでいこうかなと思います。というわけでですね、早速やっていきたいなと思います。いこうか、11万円分シリーズ。やばいな、11万円は、送料がね、えぐかったね。なんかいきなり初期データとか来たら、結構困るんだけど。あ、ナイス、雑草生えている。オッケー、雑草生えてたら初期データじゃないです。あ、ちなみにですね、アミーボプラスの方は1個も買っておりません。アミーボプラスの方は1個も買ってなくて、普通の飛び出せ動物の森の方を買っておりまして、2個、多分これは任天堂とレイチェル引っ越したか、引っ越したな。カナヒョンさん、動物村のカナヒョンさん、なんかすっげー足元寒そうだな。ソパカが新しくなりました。で、動物村カナチョン、カナチョンさんだった。でもすごくない？2013年の2月の9日に登録されてるってことは、今からちょうど7年前だよ。7年の時を経て、このカナチョンさんから俺の元にたどり着いたっていう。で、ちょっと、家の中見ていこうかなと思うんですけれども、特に、でも、あんまりやってない感じなのかな。海の幸がないってことは、南の島もまだ行ってなさそう。あ、でもなんか、竜宮の使い捕まえてる。シュモクザメも捕まえてる。すげえ。へえ、オッケー。で、中を見てみると、渋い縦縞の服、象の服、アジアの青服、普通の便箋。こんな感じか。肉球な壁紙、ヒロインスーツ。いいね。でも結構やってる気するんですけどね。まあ、アミーボプラスにアップデートされてないもんな。バリケード。で、猫車。で、ビンゴゲームの期限切れたやつ。あ、そうだ。実は、この動画をね、撮る前に、一回さ、ソフトをさ、カセットを、3DS に入れたんだよね。中古の飛び盛り。これのデータの前にね、一個入れたらさ、なんか抜けなくなって、なんか結構びっくりしましたね。そんなデータあるんだ。ちょっとね、皆さんも、マジで気をつけた方がいいと思います。あれ本当にびっくりした。抜けなくなって、カセットが。一応全然入ったんだけど、もう抜くのにめちゃくちゃ時間がかかって、いや結構怖かったですね、あれ。いや、これ抜けなくなったら俺終わりじゃんとか思って、必死になんか抜いてました。あれちょっと焦りましたね。ちょっとね、冬場ということもあって、ちょっとね、手荒れがあまりにひどすぎて、ちょっと右手の方は、手袋させてもらって申し訳ないんですけど、これですね、こちらがその問題の 3DS のソフトになっていて、でね、これをさ、ここに刺すときに、ここにね、刺すときに、本当に焦ったのが、まあ、これサブの 3DS なんですけど、まず、こういくじゃんか。
ここまで行っても入り込まなくて、で結構奥に入ってるんですよね。だからここのじゃここのさ、あのくぼみあって本当に良かったなって思いましたね。このくぼみなかったらマジで入り込んでいて絶望していたかもしれません。で出すことできたんですけど、でもっと奥に差し込むんですよ。ここまで差し込んだら入るんだけど、なんかすごくないですかこの奥行き。結構びっくりしましたね。かなり奥に入り込んでるなっていうのがわかると思うんですけど、でこれをこうやったら若干出るんですよね。若干出るから、これを利用してここのくぼみを利用してちょっと取り出すっていう感じになっていて、いや結構これ焦りましたね。これ普通ここだったら入り込むんだけど、全然バネが効いてないのかな、多分バネが効いてなくて全然入り込まないっていう感じになっております。いやこのソフトを入れるか入れないか結構悩んだんだけど、こんな感じになっているので、まあちょっとね、皆さん中古のソフトを買うときはお気をつけいただければなと思います。まあこんな感じにね、ちょっと奥に入り込んでしまうソフトもあるということで、こうなってくると本当に無理やりこう出さないといけないっていう、普通の普通のね、普通のやつだったらちょっとカチッってやるだけでこんな感じで入り込むんだけど、これがいつも通りのやつなんだけど、多分バネがねちょっと弱ってるんかな、かなりバネが弱っていてそんな感じになってるんじゃないかなと思います。これがいつも通りのやつですね。おーし、というわけでですね、ちょっともう一個だけ今回は初回ということで紹介したいなと思います。気を取り直していきましょう。あ、初期データいや、こういうことがあるんですよね。じゃ、本当はもうちょっと紹介したかったんですけれども、動画の時間的にも今回はこの辺で終わっとこうかなと思うんですが、というわけでですね、本日より11万円分シリーズやっていきたいなと思いますので、ぜひぜひ、皆さん楽しんで見ていただければなと思います。というわけで今回はこの辺で終わっときましょう。じゃあな。いや、ちょっとね、動画を編集したら想像以上に時間が経ってなかったので、ちょっとですね、今回はもう一個紹介したいなと思います。というわけで、よし、やっていきましょう。3本目、やりましょうか。お、いや、でも初期データか。あ、でも雑草ありますね。あ、これアップデートされてる。いや、ポクポク村。めっちゃ可愛らしい。ポクポク村。でもあれだな、今日で動画に4本使ったから、1本の動画であと40本ぐらいしかないんですねそう考えたら結構この企画も今回の11万円分シリーズも早く終わるかもしれません。え、ちょっとなんか村の名前めっちゃ可愛らしくないですか。ポクポク村、2017年11月28日、ちょうど2年ぐらい前ですね。さて、中に入ってみましたが、サメを家の中に飾っている。あ、でも Wii U がありますね。しかもあの Wii U あれだ、リメイクされてるやつだ。いいね。なんかなかなか白色から黒色に変えることってないですよね。で、ゆうたろうもいて、若干見てみる。中華の服、ブルーチェックの服、青の長ラグランシャツ。たまにびっくりするような家具があるんですよ。なんか特に過去の古いデータから出てくるものとして、任天堂家具率がすごい高いですね。やっぱ当時任天堂さんの家具っていうのがたくさん出てたから、それであったりするんだけれども、上に上がってきましたが、上は特になしか。いやでもね、こうなってくるとね、案外貯金額がすごかったりするんですよ。一回村を作り直して始めた可能性が高いので、案外貯金額がえぐいのが時々あったりするんだけれども、どうだろうか、ちょっと見てみましょう。よし、貯金額チェックしていく。引き出し、
あ、ない、そういう感じっすか。なんか時々あるんですよね、すっごい初期データなのになんか貯金額は1億ベル超えてたみたいなやつがたまにあったりしたんですけれども、まあ今回はですね、あの特になかったということなんですが、まあ今回の動画でですね、一応カセットに問題があったやつも含めたら、あの4本紹介させていただきましたので、あとですね、40本ほどありますので、まあそちらもね、2月中に全部紹介しきれたらなと思います。というわけで今回はこの辺で撮っておきましょう。じゃあな。